意外と早かったな。もう少しばかり待たされるかと思っていたぞ。まあ、私たちも少しは成長してるってことよ。さすがにあなたのお仲間にはかなり手こずらせてもらったけど。<笑>言うじゃないか。だがこの検定を彼らと同じには考えないことだ。正面からの対決において俺を凌駕するものはそうはいない。 たとえSQ遊撃士やヘビの使徒といえどな。<笑>自信満々やんか。あなたの強さは嫌というほど分かってるわ。でも私たちも理由があってこんなところまでやってきた。輝く輪による異変を止めて混乱と戦火を防ぐために、たくさんの人たちに助けられて私たちは今ここにいる。だから 理由としては悪くない。だがヨシア、お前の理由は違うようだな。え、お見通しみたいだね。僕は自分の弱さと向き合うためにここまで来た。あの時姉さんの死から逃げるために自分を壊したのも、教授の言いなりになり続けたのも、 僕自身の弱さによるものだった。それを気づかせてくれた人に報いるためにも、大切なものを守るためにも、僕は正面からレーベや教授に向き合わなくちゃいけないんだ。ヨシア、巣立ちの時か。もうカリンの代わりに心配する必要もなさそうだ。これでようやく 手加減する必要はなくなった。本気で行かせてもらうぞ。ちょっとどうしてそうなるのよ。ヨシアのことを心配しておいて。どうして。いいんだエステル、覚悟を決めただけではレーベは納得してくれない。その覚悟を貫き通せるだけの力が伴っていないとダメなんだ。<笑> そういうことだ。俺にも俺の覚悟がある。もしお前たちの覚悟が俺の修羅を上回っているのなら、力をもって証明してみるがいい。望むところよ。ま、湖畔でエステルちゃんを連れ去られた時の狩りもあるしな。 全身全霊を込めて挑ませていただきます。我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。見切れるか。 Thank you.
See?星の盃を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。 我が右手にありし星の盃を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
せい! もう、僕は逃げない。 我が右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。 もう僕は逃げない。
右手にありし星の授きよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。
Take it!
Ha!
正義は勝つ。いやね。よかった。これで。なかなかやるが、俺の修羅を止める程ではない。どうして？所詮お前たち遊撃士は人を守るだけの存在だ。断りに至りでもしなければ修羅に届く道理はない。小手調べはここまで。 そろそろ全力で潰してやろう。だったらレーベ、ここから先は僕一人で挑ませてもらうよ。ほう。ヨシュア？大丈夫エステル、確かにレーベは強すぎるけど、それでもダメージは効いている。あとは僕にやらせてほしい。ヨシュア。 <笑>確かに今の戦闘で俺の機動力はいくらか落ちている。その一点においてのみ勝機があるかもしれないが、それでも勝率は限りなく低いぞ。分かってる。姉さんが救い、教授が繕い、父さんが解き放ち、そして今エステルと共にあるこの魂、遊撃士としての心得と 漆黒の牙として技、その全てを持って検定に挑ませてもらう。いいだろう。来い、漆黒の牙。
やるならならばこちらも全開で生かしてもらうぞ。唯一勝るスピードを生かさずにどうやって勝機をつかむつもりだ。ねえレーベ、一つだけ答えてほしいんだ。どうして教授に協力してこんなことをしているのか。前にカリン姉さんの復讐が目的じゃないって言ったよね。この世に問いかけるため。それは一体どういう意味なの？大したことじゃない。人という存在の可能性を試してみたくなっただけだ。人の可能性？時代の流れ、国家の論理、価値観と倫理観の変化、とにかく人という存在は大きなものに翻弄されがちだ。そして時にその狭間に落ちて身動き取れぬまま消えていく。俺たちのハーメル村のようにこの都市にしても同じことだ。かつて人はこうした天井として満ち足りた日々を送っていたという。だが大崩壊と時を同じくして人は楽園を捨て地上へと落ち延びた。そして都市は封印され、人々はその存在を忘れてしまった。まるで都合が悪いものを忘れ去ろうとするかのようにな。真実というものはたやすく隠蔽され、人は信じたい現実のみを受け入れる。それが人の弱さであり限界だ。だが輝く輪はその圧倒的な力と存在感を持って人に真実を突きつけるだろう。国家という後ろ盾を失った時、自分たちがいかに無力であるか、自分たちの便利な生活がどれだけ脆弱なものであったか、そう、自己欺瞞によって見えなくされていた全てをな。それをみんなに思い知らせるのがレーベの目的ってこと。そうだ。欺瞞を抱える限り人は同じことを繰り返すと。第2第3のハーベルの悲劇がこれからも起こり続けるだろう。何人ものカリンが死ぬだろう。俺はそれを防ぐためにミクラウヘビに身を投じた。そのためには修羅と化しても悔いはない。それこそ欺瞞じゃないか。何？僕も弱い人間だから。レーベの言葉は胸に痛いよ。でも人は大きなものの前で無力であるだけの存在じゃない。10年前のあの日、僕を救ってくれた姉さんのように。そのことにレーベが気づいていないはずがないんだ。あんなにも姉さんを大切に思っていたレーベが。だったらやっぱりそれは欺瞞だと思う。カリンは特別だ。あんな人間がそう簡単にいてたまるものか。だからこそ人は試されなくてはならない。弱さと欺瞞という罪を贖うことができるのかを、カリンの犠牲に値するのかを。だったらそれは僕が証明してみせる。姉さんを犠牲にして生き延びた弱くて嘘つきなこの僕がエステルたちと出会うことで自分の進むべき道を見つけられた。レーベのいるここまでたどり着くことができた。
人は人の間にある限りただ無力なだけの存在じゃない。